おはようございます。今日はニューボードのワックスアップから始まるサーファークです。ありがとうございます。いやー、たくみと僕がお世話になってる、たくまさんです。めちゃめちゃお金持ってます。持ってねえよ。今度プレゼント企画お願いします。ちょっと。早くしてくれる？俺のシルクロード。栄光の架け橋へと。皆さん見てください、俺のニューボード。どうですか、可愛くないですか、このブラシ。まあ、これ俺のオリジナルモデルなんですよ、実は。なんていうモデル？ FV だよね。 FV なんか由来はあるんですか？由来は知らん。ここはなんかちょっと自分のモデルだったら調べてた方がいいんじゃないですか。あ、じゃあ FV をなんか面白く。いや、ないよ、そういう面白いとか。そういうのやめろよ。苦手かよ。そういう振りは俺苦手なんだから、やめようよ。うおー、やっば。え、ローア、やっば。ローア来ましたか。波やばいじゃん。え、やば。あそこも来てるじゃん。ニューボードを試すにはもうちょうどいいよね。ワクワクが止まらないよねってこと。やばいでしょこれは。もうちょっと待って、やば。こんなやば、こんないい波のとこ他にどこがあるのって。これちょっとここはどうなの、ポイント的にはあんまり教えちゃいけないの。ここ俺の秘密のポイントだから。あー、やば、やば、やば、ナビバーン。うーわ、やば。しかもこの人ゲッハーゲッハーだね。ゲッハー、あー、もうゲッハーだよ、もうゲッハーだよ。あー、ちょっと花粉症だこれ。海入んなきゃだわ俺、カメラ撮ってらんないわ。まずいな。ダメでしょって。じゃ行ってくるよ。
たらヤバそうだね。いや調子よかった。こないだ福田さんのシェイプを見に行ったんですけど、すごかったね。芸術的だった。ああいうのを見ちゃうとやっぱこう板って本当に大事だなというか。ありがとうございます福田さん。今日はちょっと最初すげえいい波来てたのに風入っちゃって一気にコンディション変わったんですけど、なんか引いて多分引きすぎて後ろ止まったね。そうだね。まあでも逆にインサイドのリフォームがそこで、ね、うん、お波でもこんなに走るのかってぐらい走ってましたね。やばかったね。ありがとうございました今日す。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、それと通知ボタン、サーファーズのインスタグラムもあるので、こちらもフォローの方お願いします。じゃあ、皆さんお疲れ様です。お疲れです。